サンデープッシュスポーツ配信オリジナル。2011年の女子サッカーワールドカップ優勝メンバーで35歳になった今も現役を続けている岩清水あずさ。2020年には長男聖悟くんを出産した岩清水が、母になって感じたある変化を本並に明かしていた。現役を続けて良かったって思います？今、そうですね、良かったと思ってます。あのまた違った世界が見えてきてて、自分のその性格も変わりましたし、あの母親になって、どういうところが変わったの？今まではその角も牙も生えて怖い顔してやってたけど、少し温厚になったというか、相手側の気持ちを汲み取るとか、なんかそういった個人の成長っていうのも少しありましたね。子供はどうですか？毎日可愛いですよ。毎日可愛い。ただ寝てくれないとか、食べてくれないとか、はいはい、お菓子ばっか食べるとか、はいはい、それと日々向き合ってて、自分の自由時間がなくなるとか、なんかそういった辛さもありますけど、多分みんな一緒なんだなって思うと、まあそんなもんかって。子供はサッカー選手にさせるの？いやー、どうですかね。なんかやりたいって言えばやらせますし、何かしらスポーツやってほしいなとは思いますけど、まあ強要はしないです。あ、そうなん、はい。We'll be right back.